ヘゲバジャール宮崎全力応援番組ヘゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の甲斐アンナです。この番組はヘゲバことヘゲバジャール宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。ということで皆さん今週もよろしくお願いします。ついに先週 J3 が開幕しまして、たくさんの皆さんスタジアムに駆けつけていただきありがとうございます。そしてホーム2連戦ということで、今週末もですねホームユニリーバスタジアム新富で試合が行われますので、また今回はその情報だったりもお届けしていこうかなと思います。そしてあの番組の観覧が先週から再開したんですけれども、なんか先週はねちょっと観覧が再開したことに気づいてない方も何名かいらっしゃったようなんですけれども、できますよとお伝えしたところですね、今週たくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この後ゲスト選手登場しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。ぜひいろいろねあのリアクションなどもしていただければなと思います。番組ではテケバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージお待ちしています。メールの宛先はリクエスト @3fm.co.jp、 サンシャイン FM が聞けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージお送りいただけます。こちら無料アプリなので、アルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。またツイッターではハッシュタグテゲバとつけてつぶやいてください。そしてツイッター限定ハッシュタグ勝手に一曲目予想、今週も結構ね早い時間からつぶやいてくださってる方もいたりして、あの気合の入ったご参加ありがとうございます。このコーナーですね、間もなくかかりますこの番組の一曲目に流れる曲を予想してつぶやいていただきますと、そして正解した方の中から抽選で1名様にテゲバジャール宮崎の公式グッズのステッカーを当番組スタッフが自腹で購入しましてプレゼントしますよという企画でございます。こちら番組開始までの受付となりますので、本日は締め切りとさせていただきましたが、今回参加できなかった方はぜひ来週もありますので予想してつぶやいてみてください。そしてですね、ここでちょっと皆さんに謝らないといけないんですけれども、ステッカーが当選した方ですね、ちょっとここ数回分くらいで当たった方なんですけれども、まだちょっとステッカーが届いてないのではないかと思います。実はですねこちらの方で発送作業が遅れております。申し訳ございません。ですがあの当たった方の分は確実にあのお届けいたしますので、申し訳ございませんが首を長くしてお待ちください。本当に申し訳ございません。もうどんどん当てていくんですね。そしてどんどん発送作業がねすいませんね、あの楽しみに待っていただければと思います。さあ今週の1曲目は間もなくかかりますのでお楽しみに。テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦、この番組はテゲバジャール宮崎を全力で応援する新富町株式会社名工社宮工シティ有限会社小木田の提供でお送りします。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてヘゲバー、子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はヘゲバジャール宮崎を応援しています。岬が会えば心も軽く、友達の町、友達の町、tirar a la puerta. Gol. Marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki.
ール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。さあということで今週の1曲目はザ・ブルーハーツで人に優しくをお届けしました。今日がですね、ボーカルの河本ひろとさんのお誕生日。そしてこの曲、まあ、さっき聴いていただいたんでわかると思うんですけど、頑張れっていうフレーズがめちゃくちゃたくさん出てくるんですよ。まあ、私先週発表させていただいた通り、今週末の北九州戦でスタジアム DJ が最後なんですけれども、まあ、たくさんちょっとね、皆さんにも頑張れって言っていただきましたし、まあ、選手の皆さんにも頑張ってほしいと、まあ、そんな意味を込めてこの曲選ばせていただきました。ということで今週の正解者の方はなんといらっしゃいませんでした。ザ・ブルーハーツまで当てていた方はいらっしゃったんですが、今週は該当者なしということで、ぜひ皆さん来週のチャレンジをお待ちしております。以上、ハッシュタグ勝手に曲の予想のコーナーでした。さあここからはゲゲバプレイバックということで、早速ここからのお時間は選手を交えてお届けしていきたいと思います。今週のゲスト選手この方です。ご紹介お願いします。はい、背番号4番ディフェンダーの年相応に見られたことがない滝沢修平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、早速打ち合わせで私がいじったネタを自己紹介に入れてくるという慣れてらっしゃいますね。何で喋りに慣れたのかっていうのはまたおいおい聞いていくとして、まあ先週からですね、サポーターの皆さんにこう観覧いただけるっていうスタイルが復活したんですけれども、今日たくさんの方が見に来てくださっていて、でやっぱ年相応にちょっと見えない28です。風格が、はい、そう驚いたんですけど、プロフィールちょっと拝見させていただいてて、私てっきり、まあ、ピッチの中での存在感、落ち着き、まあ、そのいでたち、雰囲気、そう全てから総合的に判断して勝手にちょっと年上かなって思ってたんですよ。すいません。いえいえ、思ってたんですけど、プロフィール見たら私1993年生まれなんですけど、滝沢選手も93年生まれ で、なんなら私1月なんですよ。滝沢選手7月ですかね。はい、7月後輩です。滝沢選手の方が、はい、6ヶ月ほど年下という後輩なんです。まさかの事実が発覚してしまいました。ちょっとこのブースの中で時空のねじれが生まれそうなんですけれども、はい、ただね、本当たくさんのサポーターの方来てくださってるんですけど、やっぱ選手の方の中にはちょっとピッチよりも緊張するっておっしゃる方もいらっしゃるんですよ。でも滝沢選手、いいですねこれ。はい、なんか見に来てくれるの嬉しいですし、うんうん、ピッチが一番緊張します。僕はピッチの方が緊張する。こういう方が本当になんかできますね、フランクに。本当ですか。じゃあ今日ちょっと1時間、すごいアピールがここぞとアピールがすごいですねじゃあちょっと今日1時間楽しみにしてていいですか。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあということで、ここからはテゲバプレイバックのコーナーということで、久しぶりにこのコーナーが、帰ってまいりました。先週末の試合の振り返りを、滝沢選手ぜひ一緒にしていただければと思います。はい、今回は3月13日に行われました明治安田生命 J3 リーグ第1節テゲバジャーロ宮崎対バンラーレ八戸との対戦をプレイバックしていきます。この日のスターティングメンバーはゴールキーパー上田、ディフェンダー青山、神野、滝沢、大熊、ミッドフィルダー徳永、千部、下沢、フォワード園田、工藤、新保というメンバーでした。J2 年目の開幕ゲーム、新加入選手、まあ、今季14名の選手が新加入となりましたが、スタメンの中でも5人が新加入メンバーということで、このメンバーの発表があった瞬間にサポーターの皆さんも、あ、こういうメンバーで行くのかと結構驚かれたんじゃないかなと思うんですが、どうですかこの布陣は。滝沢選手、まあ、メンバー入りもしておられますが。そうですね、まあ、僕も新加入選手ということで、まあ、いる選手とにこうテゲバの今までやってきたものっていうのを、まあ、学びながら、新加入選手のいいところも合わさって良かったんじゃないかなと。うん、そして公式戦においては神野選手も初スタメンということで、本当にまた新たなテゲバがこの試合で見られるのかなと、始まる前から私もワクワクしていました。
滝沢選手加入して早速スタメンでの出場ということですが、ピッチに入場した時の気持ちいかがでしたか？は一番思ったのはこの観客席と近いなっていう、うん、それが、はい、それがすごいいいなと思いました、うん、観客の入ったユニスタはどうでしたか？また全然見える景色だったりも変わってくると思うんですけど。そうですね、そんなにめちゃくちゃ人が入ってるわけではないと思うんですけど、うんうん、やっぱ近い分なんかすごい応援されてる感じもありますし、なんかアットホームな感じもあって良かったですね。あ、そうですよね、はい、私もそこユニスタのすごく好きなところが一つです。またこの試合で滝沢選手は J リーグ通算100試合出場を達成、そして先日第1種もご誕生ということでダブルでおめでたい試合でしたね、はい、選手紹介の時におめでとうございますとアナウンスさせていただいたんですが、それも聞こえて、はい、もうアップしてたんですけど、はい、笑っちゃいましたもん , 笑いながら走ってましたまあ、あの私の選手紹介ちょっとアップ中の選手をたまに笑わせる私が力抜けていいですあるんですけれども、あ、よかったですか。でも本当これはね、その回でこその特別な、ま、選手紹介だったと思うので、なかなかこういうめでたいことがダブルでなるっていうこともなかったので、またこれは絶対にこの試合は勝たないといけないっていう意気込みも強かったんじゃないですか。そうですね、やっぱいろいろでホームの開幕戦でもありますし、絶対に勝ちたかったですね、うん、はい、そんな戦いを振り返っていきたいと思います。今年も勝利を願い、試合前にはニュータバル基地の戦闘機が上空を飛んでの前半キックオフ、序盤は新加入元日本代表の工藤選手が積極的にゴールを狙うなどアグレッシブに仕掛けました。しかし連携の部分では新加入選手が多いこともあり、いくつかパスミスからピンチを迎える場面も。それでも滝沢選手、そしてこの日スタメンの神野選手が体を張った守備を見せ、相手に得点を与えません。中盤では千葉選手が落ち着いたボールさばきでゲームをコントロールし、前線の新加入選手がチャンスを作る場面も見られた中、前半の32分、園田選手が仕掛けていたファウルからのフリーキック、大熊選手がゴール前へ蹴るとこぼれ球を最後に押し込んだのは園田選手、手際が先制します。ということで、あのご自身で得たフリーキックを見事決め切った園田選手が今季初ゴールということになりました。そして前半このまま1対0で折り返しました。まずは滝沢選手前半の振り返りなんですが、まず前半立ち上がりいかがでしたでしょうか？立ち上がり、そうですね、やっぱチームとして開幕戦ということを思って硬さもありましたし、まあ、向かい風っていうところもあってちょっと難しい入りになったなっていうのは感じます。確かに見ていてもちょっと風が強くて、まあ、風上ということもあって、まあ、若干のその面での戦いづらさっていうのも私も感じていたんですけれども、あのピンチから守りに入る場面もありましたが、守備で意識したことは何かありましたか？守備で意識したのは今までやってきたこうラインをコンパクトにするところだったりとか、しっかり上げれるときに上げるで、プレッシャーを攻撃的にかけに行くっていうチームでっていうところは今までやってきたことをやったって感じですね、うんうん、もう練習からの継続をそのまま続けたということですね、はい、そしてそんな流れが続く中、守り抜き先制点が決まります。これは園田選手のゴールでしたが、見事その後ゆりかごダンスもできて一気に会場が和みましたねあれ誰なんかすごい率先して集めてた選手の方いませんでした？あ、僕ですね。あ、僕です。自身でもう試合前にみんなあのゆりかごやろうって言ってくれてたんですけど、はい、たくまが相当嬉しかったのかもう端の方行っちゃって喜び始めたんで違う違う、こっちこっちっていうのを僕が率先しないとできないんで。あ、じゃあこのダンスの取りまとめ役は、はい、滝沢選手だったということですね、はい、おかげでもう綺麗に横に並んだみんなでやってくれたんで嬉しかったです、うん、乱れぬゆりかごダンスでした。これもね、あの奥様とお子さんに届いたんじゃないでしょうか。そして1対0で前半折り返しましたが、ハーフタイム後半に向けてはどういったお話をされましたか？うん、そうですね、まあこれもまあ今までやってきたことをチームとしてやってきたことをもう一回やるっていう部分での徹底と、そうですね、もう1点取りに行くっていうことは意識して入りました。あのやっていることをもう継続してやっていくの中でもまだまだ手を取りに行くっていうことですね。それでは後半の振り返りしていきたいと思います。後半風下に立った八戸は細かいパスをつないで手際のゴールへ迫ります。それでも最後のところで守護神上田選手のセーブや守備陣が集中して守り得点を許しません。
お互い交代カードを切って試合の流れをつかみたい中、テゲバは62分に岡田選手、高橋選手と新加入選手がピッチへ。攻撃的な選手を入れて活性化を図ると、交代選手もピッチを躍動、チャンスを作ります。相手ゴールキーパーのファインセーブに何度か阻まれますが、82分、右サイドから細かくパスをつないでペナルティエリア付近まで行くと、下沢選手が右足で狙いすましたシュートが見事に決まり、追加点、2対0とします。滝沢選手、この下沢選手のゴールシーンは何度見ても見事な。そうですね、もう本当にうまかったですし、うん、徳永選手とかはもうキャプテン翼みたいだったみたいに言ってましたね、シュートが。徳永選手からもキャプツバみたいという結びつきが出たシュートだったということですね、はい。まあ、一度同じような流れで蹴って惜しくも外れてしまったんですけど、その後見事決め切るという素晴らしいゴールシーンです。本当これはもう何度見てもゴラストですね。そうですね、何回も見たくなる素晴らしいゴールでした。昨年は悔しい思いをした開幕戦でしたが、この日は最後まで攻守ともに集中したプレーを見せたテゲバ、新たな戦い方を見せ、ニュースタイルとして見事結果を残し、2対0で勝利をつかみ取りました。さあ、開幕戦2対0で勝利しました。この試合振り返っていかがでしょうか。まあ、チームとしても、もう僕個人としても絶対に勝たなきゃいけない試合っていうのは思ってましたし、開幕戦をホームで迎えられて、それでたくさんのお客さんと一緒に喜びを分かち合えたっていうのはすごい嬉しいですし、まあ、次につながる試合になったなと思います。うん、まあ、開幕して今シーズンまだまだ厳しい戦い、長い戦い続いていきますが、この試合で何か次節につなげたい点であったり、何か見えたことはありますか。まずこう勝つっていうことはやっぱ大事ですし、勝ち癖をつけるためにも勝つっていうのは何よりも大事なんですけど、でまあ次節もホームでやれるっていうことで、まあ、同じピッチでできるので、はい、まあ、それはまあ勢いになってもう一回来週迎えるので、それはすごい良かったな。はい、そうですね。今滝沢選手がおっしゃったように、次節3月20日ホームでイラバンツ北九州と対戦します。滝沢選手、次節への意気込みをお願いします。はい、またしっかりと勝って、ホームのサポーターの皆さんともう一回喜びを分かち合いたいので、皆さん一緒に戦いましょう。はい、ありがとうございます。さあ、次節は九州ダービーになるということで、またさらに熱い戦いが予想されます。皆さんぜひユニスタで熱い応援もよろしくお願いします。以上、テゲバプレイバックのコーナーでした。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど、暮らしの困っていることは明光社にご相談ください。明光社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。いい先が会えば新富町といえば、レンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバー。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。テゲバフェイス。全力応援番組、テゲバレイディオ J での挑戦。さあ、ここからはテゲバフェイスのコーナーです。改めまして、本日はテゲバジャーロ宮崎背番号4番ディフェンダーの滝沢周平選手にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきいろいろツイッター見てたんですけど、今日のハッシュタグ勝手に1曲目予想のコーナーで、水戸ホーリーホックのサポーターさんも予想でつぶやいてくださってたみたいです。本当ですか、はい、嬉しいですね、それは。うん、いろんなところから皆さん聞いてくださっているようです。で、水戸といえばですね、皆さんサンシャイン FM のツイッターの方にアップした写真見てくださいましたでしょうか。あ
あれ何のポーズか分かりますか？先週はあの奥田雄大選手、ね、あの徳島のご出身ということで阿波踊りのポーズ取らせていただいたんですけど、滝沢選手はどちらのご出身でしたっけ？僕茨城です、ね、はい、茨城といえばということで納豆を食べてました。なんかねこんな感じでちょっと選手ならではのポーズみたいなのをねなんか定番化していけたらなみたいなのちょこちょこやってるんですけれども、素敵なポーズを今週もありがとうございました。ということでここからのお時間いろいろ滝沢選手にお話伺っていきたいと思います。まあ、新加入初登場ということなのでいろんなお話聞いていきたいんですけれども、まず滝沢選手がサッカーを始めたのはいつからだったんですか？は幼稚園生のスクールですね。お、そのスクールに入るのは何かきっかけがあったんですか？まあ、その幼稚園でやってたっていうのもあって親が入れてくれてたんで。あ、幼稚園にサッカースクールがあったんですね、はい、そうですね、年長の時5歳ぐらいですかね、5歳6歳ぐらいで勝手に入れてくれてたんで気づいたらサッカーやってたっていうのが始まりです、はい、おでもあのテゲバジャール宮崎のプロフィール の, あの50の質問のところ見てたらなんかこうお子さんの頃から結構野球もよくやられてたということで、野球の方は何歳から？野球は小学生の時ですね。あ、小学生の時は土日にサッカーやって、はい、平日は野球って感じでしたね。じゃあどっちかっていうと野球の分量、野球の方が週4ぐらいでやってたかもしれないです。週4野球の週2サッカーだったんですね、はい、でももう幼稚園から始めたサッカーはもうずっと続けて、そうですね、サッカーはもうちゃんと習ってた、野球は全部遊びなんですけど、うん、野球とサッカーってやっぱこうどこかに二大巨頭みたいなところってあるじゃないですか、はい、サッカーを取ろうって思ったのはいつぐらいだったんですか？小5ぐらいに親かなんかに言われたんですよね、なんかどっち選ぶんだみたいな。そこでちょっと初めて真剣に考えて、うん、ちゃんとやるならサッカーだなってそこで思ってサッカー選びました。じゃあもう小学生の頃から決断をされてたんですね、はい、でそこからずっと長く続けてこられてサッカー選手、まあ、プロになりたいと思い始めたのはおいくつぐらいの頃だったんですか？ざっくりとやっぱ小学生の頃ってみんなプロになりたいと思うじゃないですか、うん、でそれ、まあ、プロになりたいなと思ってやってたんですけど、もう中学の時には挫折してましたね。あ、それは中学の時はまたチームに努力していて、はい、でもう周りもみんなうまかったんで、うん、いや俺プロ無理だなと思ってたんで、中学の時にもう結構諦めてたかもしれないです、うんうん、そこで、まあ、ちょっと諦めかけた中でも続けてこられたっていうのは、まあ、根底にサッカーが好きだっていうのがあったからだと思うんですけど、そこがまず最初のサッカー人生での挫折だった。そうですね、サッカー、うん、はい、好きっていう気持ちはあって、サッカーが上手くなりたいなと思ってずっと続けてましたね。その時期をなんかこうどうやって乗り越えていったんですか？まあ、でも結構我慢強いタイプなんで、うん、結構嫌だったけど続けられるっていうのは、まあ、いろんなことでできてたんでなんとか耐えたっていう部分もありましたね。じゃあもう本当耐えてこう続けられる、まあ、根性がそこで育ったっていうのもそうかもしれないです。そうですよね。そしてテゲバジャール宮崎に今季加入したということなんですが、あの入るまでテゲバジャール宮崎っていうチームクラブにはどういったイメージ持たれてましたか？こう毎年こうステップアップしてきてる勢いのあるチームだなっていう印象がありました、うん、実際に加入して、まあ、練習に入って仲間とも加わってみて何か変わったところはありますか？印象だったり。そうですね、クラブもこう紳士っていうのをテーマにしてると思うんですけど、本当にサッカーに対して真摯に取り組む選手が多いですし、まあサッカーには真面目で、うん、みんな取り組むのでそこはそういうチームなんだなっていう驚いたところあります。なんか結構いろんな選手だったり、まあ、スタッフの方とかにも、まあ、テゲバってどんな選手が多いんですかねってやっぱお話を聞くと真面目な選手が多いっていう回答がやっぱりすごく多いんですけど、滝沢選手から見ても真面目だ。そう思いますね、はい、多いですか。なるほど。そして今季は背番号4番をつけてということなんですが、この背番号へは何か思い入れってあったりするんですか？背番号4番は、今までは、はい、プロになってからはずっとつけたことがなくて、はい、22番っていう中澤裕二選手がずっと好きで、はい、22番っていうのにこだわって結構つけてきた時期もあったんですけど、うん、まあ、今年4番が空いてるっていうことだったので、はい、まあ、新規一点4番にしてみようということでしました。あ、4番が空いて一
たんですね。空いていました、はい、じゃあまた今期ね1年間熱く戦ってこの4番をさらに特別な数字にしてほしいなと思います。そして、今シーズンの開幕戦で見事 J 通算100試合出場を達成されました。おめでとうございます。ありがとうございます。あの本当に100試合ってすごい数字だと思うんですけど、この100試合の中で特にこう印象に残っていたりなんか忘れられない試合ってありますか？はい、2019シーズンの水戸の時の最終戦ですね、うん、最終戦、はい、どんな戦いだったんですか？その時 J2 が6位までがプレーオフに行けるっていう試合 で、はい、でその最終戦に勝ったら6位に入れるかもしれないっていう試合だったんです。でもそこで決まる大事な戦いだった、はい、でその試合で僕が点を決めて、はい、1-0 で試合が終わったんですよ。おでそれでプレーオフに行けるか他会場の結果待ちみたいなところがあって、はい、わで僕もヒーローインタビューすること決まってたんですけど、はい、じゃあ、他会場の試合結果が分かったらインタビュー行きますって言われて、あ今結果が分かりました、水戸が7位でプレーオフ行きません、じゃあインタビューお願いしますっつってインタビュー、悔しいヒーローインタビューやった試合なんですよ。点を決めたのに、はい、悔しい、はい、ちょっと今聞いててもガーンとなってしまったんですけど、本当に忘れられないですよね。あの時のスタジアムのもう感じが異様な感じでざわついてるというか、どうなるんだみたいな、そういうのも初めてでしたし、すごい記憶に残ってます。勝利したはずなのにそういう風になってしまうっていうのもまたねちょっと他の不思議なところだなと思うんですが、いやでもまたここから一つ一つ重ねていって、また200試合300試合と今度いい思い出もたくさんね重ねていっていただきたいなと思います。もうだいぶチームの方にも馴染んでこられたと思うんですけど、滝沢選手から見てチームのこう雰囲気だったりっていかがですか？そうですね、みんなやっぱり仲がいいなっていうと、うん、こういろんな派閥とかに分かれてるわけでもないですし、はい、であと練習もめっちゃ真面目にやりますし、うん、自主練する選手もすごい多いですね。結構きつい練習やった後とかでも残って何分もやってる選手っていうのが結構たくさんいるなっていう印象あります、はい、滝沢選手は普段からその残って自主練とかでやられるタイプだったんですか？やったりきつかったらやらなかったり、うん、コンディションを見ながらっていうことですね、はい、年齢的にはチームの中でも、まあ、真ん中ぐらいに。そうですね、真ん中よりちょっと上ぐらいですかね、うんうん、どうですか、まあ、間っていうとやっぱり上も見つつ下も見つつだと思うんですけど、はい、よまあ、長男次男三男で言ったらまあ次男でみたいな気を使うところ、まあ上と下とはまた違う気配りだったりもあると思うんですけど、まあ、でもみんないい選手なんで全然気使ってないですね、うん、先輩もこう優しいんでこう懐が広いんで、はい、うん、もうそこに乗っかっちゃいじゃないですけど。本当ですか、はい、この方懐広いなって思う方ってどなたかいるんですか？誰だろう、みんな広いですけどね本当に、うん、誰だろうな、まあ、みんなコーツつけがたいですね。あ本当ですか、はい、結婚したいのは工藤選手。あそうですねそれも結構序盤の方に書くやつだったんで、なんかあのやっぱ他のゲスト選手だったりにも聞くとやっぱ情報量が少ない中で決めてるので今だと変わるっていう話でした。どうですか今だと。いや今だと 僕変わんないかもしれないですね。あ工藤選手ですね、はい、めちゃくちゃ家族思いなんですよ、うん、あプロフィール欄とかもなんかすごい家族思いじゃないですか、はい、うんうん、やっぱり選手にも気使ってくれて優しいですし、はい、すごいなんか頼りになるなと思います。やっぱどの方から聞いても素敵な人だっていうお話が出てきますね。工藤選手ってやっぱそういう方なんですね、まあ、そんな中でもこの選手気が合うなっていう選手だったりって誰かいますか？そうですね、同い年の園田選手だったり、うん、まあ、千部選手だったり、はい、青山選手だったり、覚えます、はい、うんうん、そこら辺とは結構話したりします。千部選手と並ぶとまたちょっと渋みが増すもんね千部選手が年下になりますよね。そうなんですよ、たまにちょっと見てるとバグりそうになるバグりそうになる分からんくなるんですよね本当に。でも、まあ、どんどん仲いい選手も増えてきていると。ちょっとメッセージ紹介してもいいですか、はい、ラジオネームユニスタ最高さんからいただきました。ありがとうございます。滝沢選手ようこそ宮崎へ、そして J100 試合出場おめでとうございます。
滝沢選手のプレーは空中戦も対人も安定感半端なく安心して見ていられました。八戸戦は J 初出場の神野選手とのセンターバックコンビでしたがどうでしたか。またユニスタ初ホーム戦でしたがスタジアムやサポーターの雰囲気はどうでしたかといただきました。まずは神野選手との連携はいかがでしたか。と試合終わってから、うん、次の日ぐらいに初出場だってことを気づいて、はい、それも知らなかったんですけど、あ、はい、でそれで終わってあ勝ってよかったねっていう話はしたんですけど、うん、で神野選手と、まあ、組むのもあんまり試合を重ねてこなかったんで、うん、まあ、試合前には結構話してすり合わせましたし、お互いにこう共通理解を持って試合に臨めたのであんまり問題なかったのかなと思います。またちょっと年齢も離れてますがどうですか。なんかあの周りの選手からも神野選手やっぱ伸びしろがすごい選手っていう話もありますけど、開幕戦ホームゲームでのプレーを見ていてどうでしたか神野選手のプレーは。そうですね、初出場と思えないぐらい落ち着いてたので、うん、でまだ若いですしすごい年の割に落ち着いてるなと思いました。これからもコンビネーションを楽しみにしています。そしてユニスタ初ホーム戦でしたが、はい、あのスタジアムの雰囲気はさっきちょっとピッチが近くてっていうお話を伺いましたが、サポーターの皆さんの雰囲気はいかがでしたでしょうか。 あったかいなっていうのをやっぱ感じましたね、うん、そんな直接話したりとかしてるわけではないんですけど、はい、こうにじみ出る感じっていうのがすごいあったかくてアットホームでいいなと思います。あの今回試合であのゴール裏の席見てたら白色のビニール袋を持ってらっしゃる方がいて、あれ昨シーズン あの熊本戦でロアッソのサポーターさんがユニスタに来られた時に赤いビニール袋を持ってらっしゃって、はいはい、あれいいなって思ってたんですけど開幕戦でちょっと見られて感動しちゃいました。どなたかサポーターの有志の方が用意してくださったりしたんですかね。なんかどん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 こうサポーターの皆さんもさらにさらに磨きがかかりながら毎回私も応援だったりも楽しみにしているんですけれども、温かいっていうのは私もすごくわかります。さあ、どうでしょう、まだまだ今シーズン試合が続いていきますが、滝沢選手がサポーターの皆さんに見てほしいプレー、注目してほしいプレー、ご自身のプレーありますか。そうですね、一番はこうチームに安心感とか安定をもたらすようなプレーっていうのをやっぱしていきたいなっていうのがあって、こうなんか滝沢がいると試合落ち着くなとか安定するなっていう仕事をやっていきたいなと思います、うん、確かにあのピッチ内での安定感なんか見るとホッとするですよね。出てました開幕戦から、ぜひ皆さん注目していただければと思います。サポーターの皆さんにはなんかこういう風に呼んでほしいなとかってありますか。そうですね、今までやっぱタキとかタッキーとかが多かった、はい、この顔でタッキーもどうなのかなと思いますけどちょっとそれを私に言われても何とも言えないですけど、はい、って呼んでくれる人もいたんで、まあ、タッキー新しいのが何かあれば募集してます、はい、まあ、今はタッキーかタッキーですけど、はい、何かあればということで、はい、ありました。あの1曲目予想で結構選手の名前になぞらえて予想される方もいるんですけど、はい、あのタッキー翼さんの曲も予想にありました。タッキュン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 はちょっとギャップがすごすぎてこの顔でタッキュンはちょっとやばいっすですね。タッキュンって呼ばれてる選手いるけどどの選手かな。もうそうなりますね。あーってなりますね。いやでもいいと思いますけどね。あでもなんか他の方がペン取られたんでまた新たな名前が出てくるかもしれませんが、ぜひ皆さんあのメールだったりツイッターとかでも、素敵な愛称候補あればぜひお寄せください。ということでここで一旦曲をお届けしたいと思います。ここでお届けする曲は本日ゲスト滝沢選手おすすめの一曲です。ケツメイシで Life is Beautiful。ここからはテゲバコネクトのコーナーです。インフォメーションいろいろお伝えいたします。まずホームゲームのご案内です。3月20日日曜日は明治安田生命 J3 リーグ第2節テゲバジャーロ宮崎対ギラバンツ北九
九州戦がユニリーバスタジアム新富にて13時キックオフとなっています。今季初の九州ダービーです。ぜひぜひお越しください。イベントとしては試合前にこのサンシャイン FM でもおなじみの一谷奈々ちゃんのライブがあったり、あとはちょっとこれ自分で告知するのもどうなんかなって思ってたんですけど、今日ホームページ見てたら載ってたんで、そこをあえてスルーするのもなんかなって思うんですけど、一応じゃないわ。私がですね、先週末 のホームゲームでちょっとアナウンスさせていただいたんですけれども、今週末のホームゲームでスタジアム DJ を卒業させていただくということで、何か卒業セレモニーを企画いただいているということで、ホームページを見て知ったんですけれどもありがとうございます。なのでぜひよろしければ、試合終了後にあるんですかね、ちょっと私は詳しくわかんないんですけどよかったらぜひ試合が終わったらスタジアムの方に残っていただけると嬉しいです。スタグルもたくさん出ますし、テゲバジャーロ宮崎のオリジナルグッズの販売もあります。そして九州ダービーということで駐車場の混雑が予想されます。本節も JR 九州さんの臨時便が出ますので、ぜひご利用ください。そしてですね、今テゲバジャーロ宮崎と JR 九州の応援キャンペーンを開催中ということで、その名も列車で GO キャンペーンというものなんですけれども、これ先週のホームゲームから始まってまして、今シーズンですね、11月13日のホーム試合開催日まで、列車に乗車して応援に行くと、スタンプがゲットできますよという企画なんですが、5個スタンプを集めると好きな選手とお好みのグッズを選んで応募できるということです。で、抽選で50名様、これ前半で25名様、後半で25名様に、好きな選手のサイン入りグッズが当たるということですので、ぜひ皆さん JR 九州さんね、電車に乗ってユニスタにお越しください。詳しくはホームページに載ってますので、ぜひご覧ください。そして、オーセンティックユニフォームのジュニアサイズの販売が開始されたということで、こちらフィールドプレイヤーのファースト、セカンド、そしてゴールキーパーのファースト、セカンド、サイズは140センチもしくは160センチということで、受注生産のため納品までおよそ3ヶ月ほどお時間頂戴しておりますが、ずっとお子さん用のユニフォームが欲しいですという声はサポーターの皆さんから上がっていた中で、念願かなってということです。ぜひ皆さんこちらもチェックしてみてください。テゲバジャール宮崎オンラインストアにて3月18日金曜日、明日ですね、明日から注文可能になるということです。そしてオフィシャルショップ、試合会場でも注文ができますので、ぜひ、皆さんご検討ください。そしてですね、ここでちょっと1個初出しの情報になるんですけれども、本日ゲストの滝沢周平選手が先日 J リーグ通算100試合出場を達成されたということで、その記念フォトが発売になります。イエーイ。もちろん知ってましたよね、滝沢選手は。はい、知ってました。これからの、またリリースになるんですけれども、メモリアルフォトを販売、数量限定になるんですかね。また詳細は、ホームページの方にアップされると思いますので、そちらをご覧ください。そして気になるのがですね、100試合だったりそういう区切り節目を達成されますとセレモニーが行われると思うんですが、滝沢選手の100試合出場達成セレモニーまた後日行われるということで。そうですね、まだ妻が、地元の方で、はい、子育てしててまだこっちに来てないので、セレモニーは家族とやりたいなっていう思いもあるので、家族が来たら、はい、そのタイミングでやりたいなと思います。はい、ご家族の皆さんがね、宮崎に来られてからということで、ぜひ皆さんの揃った姿を楽しみにしております。じゃあその時にまた改めてですね、皆さん精一杯お祝いしてください。そしてもう一個お知らせになるんですけれども、テゲバジャール宮崎、ホームゲームのその次ですね、3月26日がアウェーゲームになります。神奈川県相模原祇園スタジアムにて SC 相模原との対戦になるんですが、こちら、スタジアムで応援したいんですだけど、どうしても、相模原までは行けないという方に朗報です。3月26日の SC 相模原戦、ユニリーバスタジアム新富から車で5分ぐらいのところにですね、新富町文化会館というところがあるんですが、こちらでパブリックビューイングの実施が決定いたしました。もちろん
無料で皆さん見ていただくことができますので、ぜひ、お集まりいただきまして、テゲバ選手の熱い戦いを応援で後押ししてください。また詳細は、テゲバジャール宮崎の公式 LINE でしたりホームページでお伝えしますので、ぜひぜひ情報をお待ちくださいということで、盛りだくさんのインフォメーションでした。ではここで一旦曲を、大事なことを忘れてました。いっちゃんというか、ちょっとこの番組的にはすごく大事なお知らせがあるんですけれども、ここで一個入れてもいいですかね。あの先週のホームゲームで、あの私のスタジアム DJ が今週末の20日の日曜日で最後ですというふうにお伝えしたんですけれども、このテゲバレイディオ J での挑戦、番組は続きます。お番組は続くんですけど、私甲斐アナがですね、来週の放送をもちまして卒業することになりました。ちょっと外のサポーターの皆さんがすいません、あの驚かせてしまって申し訳ございません。番組が続くって言ったらえーってなっちゃったんですけど、私がですね2017年の夏からこの番組がスタートして、そこから、ずっと MC 担当させていただいたんですけれども、来週をもちまして、卒業となります。ただ番組は続いていきますので、また皆さん番組のこれからのこととか気になりますよね。また来週そちらの情報はお伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん来週もお聞きいただければと思います。ということで本当に盛りだくさんの、インフォメーションになりましたが、そうですね、なんか結構今日のハッシュタグ勝手に1曲目予想でもうなんか私送られるみたいな曲予想が多かったんですよ。ありがとうみたいな、私今週で終わるんかなみたいな感じだったんですけど、一応あの来週までいていいですかね。来週までいるので、ぜひあのよかったら来週も、あ、かわいいイラストもありがとうございます。木澤選手と私のイラストボードいっぱいに書いてくれてるけど、ちょっとそれ消すのもったいないですね。上手ですね。ね、上手、ありがとうございます。ぜひあの来週もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということでここまでインフォメーションをお届けしました。では、一旦曲をお届けしたいと思います。続いてお届けする曲はハッシュタグ勝手に1曲目予想からお届けします。布袋寅泰でスリル。ということで布袋寅泰さんでスリルお届けしましたが、この曲ベビー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 いうことで、あのめっちゃウケた。あのね、ベビー誕生おめでとうございますという意味が込められているのだと思います。本当におめでとうございます。さあまだまだお話伺っていきたいんですが、ちょっとメール紹介しますね。ラジオネームチャボさん、ありがとうございます。こんばんは。開幕戦、職場の方たちを誘っていきました。みんなサッカーってこんなに楽しいんだね、テゲバいいね、また誘ってとテゲバの魅力に気づいてくれました。そして念願のユニフォームデビュー、これからもサッカーのある週末を糧にお仕事頑張りますといただきました。これはちょっとね、あの関係者冥利に尽きると言いますか、やっぱ見に行って初めて来た方も楽しかったでまた来たいって思ってもらえるっていうことがめちゃくちゃ嬉しいですよね。すごい嬉しいです。ぜひまたあのスタジアムでお待ちしております。そしてあの滝沢選手といえば、まだまだ聞きたいお話あったんですけど、あの YouTube チャンネルをされていらっしゃるということで、すごくお話に慣れてらっしゃるのはその YouTube での積み重ねがあるからだと。そうですね、最初はやっぱ恥ずかしかったんですけど、もうなんかいろんなのを出すにつれてもう慣れてきちゃいました。ちなみにチャンネル名って教えていただけますか。まあ、カタカナで滝沢家です。はい、はい、皆さんチャンネル登録してると思うんですけど、してください。チャンネル登録よろしくお願いします。かなり登録者数もいらっしゃるということで。いえいえ。ちなみに今何人ぐらい。2700人ぐらいですかね。そしてこの人数っていうのがテゲバは超えてますね。テゲバジャール宮崎の公式 YouTube チャンネルをも上回る登録者数ということで、ぜひね、あの滝沢家 YouTube チャンネル登録者の皆さんはテゲバの方も登録してほしいなと思うんですが、あのもう奥様と完全に共同でいろんなこと更新されてるっていうことで、
あとあの編集とかもそれぞれがやられてたりするんですよ、ね、そうですね、妻がやる時もありますし、うん、僕が結構やったりする時もありますし、半々って感じです。またこれから奥様が宮崎に来られて宮崎での生活がスタートしたらどんな動画をアップしてくれるのかすごく楽しみなんですけど、なんかこう今考えてる企画とかってありますか？はやっぱり家族が一人増えたんで、はい、まあ、3人での滝沢家っていうのを見せていきたいなと思います、うん、なんかちょっと激アツ展開みたいな感じで新章始まるみたいな、はい、そっと皆さんこれはぜひカタカナで滝沢家ですね、はい、滝沢家第2章です。チャンネル登録、そしてあの滝沢家チャンネルの方でもテゲワのチャンネルのあの、はい、ちょっとねコラボとかあるんですかね、なんかしたいですね、楽しみにしております。さあということでいろいろお話を伺ってきましたが、あっという間にもうこんなお時間となりました、最後にですね、滝沢選手の方から、まあ、今シーズンの意気込みとサポーターの皆さんへの一言お願いします。はい、今シーズンは昨年を上回って歴史を塗り替えるシーズンにしたいと思いますので、まあ優勝を目指して頑張っていきたいと思います、はい、でサポーターの皆さんとはやっぱ一勝でも多く分かち合いたいのでスタジアムで一緒に戦いたいなと思います。はい、ありがとうございます。もうちょっとお時間ありそうなのでツイッターいろいろつぶやきもいただいてたのでツイートをご紹介したいと思います。あ、もう早速あの YouTube のリンク貼り付けて宣伝してくださってる方、いやめちゃくちゃありがたいですね。いますよ、ぜひ皆さん登録まだの方はよろしくお願いします。あ、T シャツ作る予定ないですかねって、テゲバのグッズですかね、またこれからちょっといろいろ増えていくのも、まあ、の先日ねちょっと新しいグッズのリリースだったりもありましたけど、なんか充電器とかいろいろあってバリエーション増えて良さそうでしたね。他にも、ようこそテゲバへ、宮崎に来てくれてありがとうございます。セブ選手やっぱり27歳に見えないんですよね一番ギャップがあった選手は誰ですか？チブもあったかな、でも、うん、はい、千葉はあ、でもケンタ君とかですかね。おー、めっちゃ喋るんだなっていうそれは、はい、あのちょっとこの番組も乗っ取られかけたことがあるんですけどもしかしたらまた今シーズンどこかであのちょっとケンタの部屋みたいな特番とかねちょっとそういうのもあると面白いですよね。ということで、本日はお越しいただきましてありがとうございました。また今週末ホームゲームですので、また滝沢選手の活躍を楽しみにしております。ぜひ皆さんユニリーバスタジアム新富にお越しください。そして改めて番組からのお知らせになりますが、私カイアンナがこの番組ですね、来週をもって卒業となります。また、来週以降のことは来週の放送で発表させていただきますので、ぜひ皆さんお付き合いいただければと思います。ということで、皆さん今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。滝沢選手、最後にこの番組ヒゲバイバイというフレーズで一緒に締めているんですが、ぜひ一緒によろしいですか？はい、はい、お越しいただいたサポーターの皆さんはね、あのエアーでお願いします。ラジオの向こうの皆さんも一緒にお願いします。テゲバジャール宮崎全力応援番組、テゲバレイディオ J での挑戦、それではまた来週です。せーの、ヘゲバイバーイ。